お願いします。聞いてください。12月23日なかなか休みが合わなくて、気がつけば今年もあとわずか。話題の映画も今じゃもう空席が目立っている。くだらない会話その中に見つけた二人の共通項。ホラーが苦手でアニメ好き、趣味は合うみたいだ。街はクリスマス、明後日はクリスマス、どんな風に君は過ごすの？答えの聞けない臆病な男に与えられたのが今日の日。鏡に映せばまるで恋人同士だね。メリークリスマスさえ伝えられないのに。スタバでカフェラテ飲みながら振り返る最後のワンシーン。含みを持たせた終わり方、続編を狙っている。時計を気にして店を出る。このまま時間が止まるなら、しばらく二人は黙り込む。誘ってるみたいだ。もしやクリスマス、一人のクリスマス、どんな風に君は過ごすの？明日も会えない、仕事はいつまで迎えに行くから待ってて。頭の中ではまるでハリウッドスターのように、メリークリスマス to you かっこよく言えるのに。光彩るイルミネーション、仕込みもバラシも大変そうだ。もしも返事がノーなら、この僕の思いは終末じゃバラせない。だから今はまだ聞けない。クリスマス、今年のクリスマス、どんな風に君は過ごすの？答えは聞かない、大事にしたいんだ。二人過ごせた今日の日、無邪気な微笑み、来年も僕を困らせて。メリークリスマス to you かっこよく言えるまで、この夜空にそっと願いを込めて。Christmas to you、 そして良いお年を。取れた。なんかなったぞ。